最終的にガイルにたどり着くっていうことですね。最終的にですだからこれがちょっとどうなるのかなっていうのがちょっと、うん、まあ、心配っていうのはあるんですけど、だいぶ心配ですね。これはまあ最大の理由ですね。ガイル使う、ガイル可愛いから、可愛いから使ってるんですよガイル。まあ、あのグラフィックですよね、あれで、ね、まず、まあ、惚れましたね、間違いなく。でそじゃあずっともうガイルを、じゃあ、じゃあ2005年、うん、でもう10年ぐらいずっとガイル使い続けてるんですか。でガイルって、はい、だためじゃないですか、まあ、ちょっと当時の、うん、一応できなかったんですよ。あ、まあ難しいですよね。ちょっとやっぱな、まあ、難しいってわけじゃないですけど、まあ、当時その時にね、現場仕事でいろんな人もあったんですよ、はいはい、こうたらい回しされて、はい、でいろんなゲーセンちょっと通ってたっていうか。あ、なるほど。でハイパーはね、やっぱ置いてあったんですよね。あ、そうですね、うん、当時はね。でやっぱね、コンピューター戦なんかずっとやってましたね。へ、まあ、まだこそう、コンピューター戦クリアできなかったんで、まあ、まずはクリアして。ああ、そういう時代もあったもんね。コンピューター難しいですよね、X2 はね。結構強いから。あの、うん、なんていうんですかね、90年代中盤のゲームとしては逆に普通というイメージもあるんですけど、まあ、今のゲームに比べたら、ね、今に比べるとだいぶ難しいですよね。うん、そう、それで、なんかね、横浜にたどり着いたっていう、うん、ほう、まあ、一番やってたゲーセンなんですけど、うん、まあ、家も違ったんで、まあ、そこ、そうですね、やっぱそれが最大ですかね。じゃあそこからもうずっとガイルで やり込んで、今はトッププレイヤーだと。ちなみにハイパーの時も X で出てましたね、予選は。まあ、出なかったんですけど、はい、攻撃です、攻撃。あ、私の中にしてはもう早々に、俺は D じゃないと無理だって。まあそうですよね。D ガイルいる中で X ガイル使うってなかなか難しいんですけど。うん、まあやっぱそれに尽きる。なるほど、うん。もうそれに尽きるわ。小高さんはその例えば X ってすごい歴史長いじゃないですか。でいろんなプレイヤーいると思うんですけど、はい、なんか目標にしてるプレイヤーとかいるんですか。いや、これ目標ね、ちょっと、まあ、目標にしてるやっぱこのそのものかな。ガイルそのものを目標にしてると。かっこいいですね。これなんすかこれ。いや、これちょっと今日あの丸腰で電車乗ってきたんですけど、これ持ってパズルですかこれ。パズルですね。かっこいいですね。やっぱこの子、この子、この人を目標にしたいかなって、はい、まあでもこれに一番近いって言われると、はい、人間界から見ると無敵ガイルっていう、ああ有名ですよね。まあ無敵キピガイ、ガイル愛の略なんですけど、まあその人がやっぱ一番まあ愛してるんですけど、はい、うん、まあそれに比べればまだまだ、あ、なるほど、じゃあ目標に、うん、無敵さん目標にというか、まあそうなるのかなっていうのがあるんですけど、まあもう一人はい、いるんですけど、まあね、まあちょっと話が長くなるんですけど、そうですね、まあ、今現状地球界にいる中で言うと、はい、無手ガイルになるのかなっていうのはあるんですけど、まあ、なるほど、うんうん、そうですね、ありがとうございます。なんかその穂高さんといえばそのね、よく X では今あのバーサスでよく東大戦やったりとかしてて、なんかその穂高語録というのはいろいろあると伺ってるんですけども、まあ、これね、ええ、私から言うと、ええ、まあ、今言ったですね、うん、その目標にしてるっていうか、まあ、そのあるじゃないですか、なんか結構多大な影響を受けたプレイヤーっていると思うんですよ、はい、皆さんで、まあ、まあ結構小高の中にはそのプレイヤーが結構大きな位置を占めてて、はい、まあ、それがあの大船君っていうプレイヤーなんですよ、はあはあ、で大船君って昔結構横浜界隈でやってて、はい、であのビジョンなんか出てたんで、ああそうなんですね、その孫さん、時戸さんとかは、はあはあ、今はやってないんですか。今はどうなんですか。いや、これ話すと長いまで長いんで、今はもうちょっとあの連絡つかないみたいな感じなんですけど、連絡つかないみたいなんですけど、なんかこのでまああのちょっとだけあのこの語源を話すと、彼結構そのめちゃくちゃストーツには美学があって、その大船君のプレーが本当すごい美学なんですよ。どんぐらいすごいかってDJ リュウはエアソロの削りだけで勝てっていうあ、難しいですね。それぐらいなんかその美学ですね。美学を持ってやってるプレイヤーがいて、それその彼がまあそれ良し悪し置いといて、その美学ってなんかすごい突き詰めたら力になるじゃないですか。そういうのって。なんで、あ、そうそう、いいこと言った。代名詞あげてんだよ、うん、でその結構その彼がその大船君っていうかなりこうそういういろいろ言われてて、いやこの組み合わせはこういうあれだから、うん、まずこれを対応できる人みたいな、はあはあ、かなり言われてて、はあはあはあ、まあ、それにかなり影響を受けてるんですね、はあはあ、
でその時にあの彼のこう基礎理論みたいなのができて、うん、でそで結構その大船君っていう方がこの今の小高みたいにちょっとこう大行な、ね、言い方をする人だったんで、はあはあ、それがかなり、ね、あ元になってそっちもじゃあ影響を受けてるでこうこういう風な言い方をいやそうかな明らかに、ね、あのね明らかにそうなんですあそうマジで、うん、いやでもこれどうなんか、ね、これねあの2005、6年ぐらいから知ってるプレイヤーからするとね、いや小高ってキャラ変わってるみたいな感じになるんですよ。まあ、まあ先ほどもね、その話もいろいろと語録が飛び出してましたけど、まあもっと語録を聞きたい方はその西日暮里 VS の大戦の配信を見ていただければいろいろ東大戦の方が東大戦ですよね、いろいろまとめ動画もあるんで、まとめ動画のまとめ動画、某ベガプレイヤーがまとめてくれた動画なんですけど、なるほどなるほど。なんか勘違いしてる人いて、なんかムテガエルがなんか神髄じゃないんですかって聞かれて、いやでかなりねこれ話すとまあ、そう話で神髄っていうのはちょっとまた別のこのねパラレルワードなんですよ。まあある世界分岐点にして、まあ、並行してるんですけど、そういうまあムテガエルと神髄はちょっと別なんですけど、うん、まあムテガエルはムテガエルでこれね別次元の、まあ、まあ最強機体なんだけど、まあまあ大統領であって、大統領ですか。まあ大統領なんですけどプレジデントで。まあ今世界情勢で大変だと思うんですけど、まあそのもう一つのその神髄、まあ神髄ってアナザーネームがいっぱいあって、まあ大船っていうのが神髄なんですよ。で最初大船で、次スタブ大船になって、で次せんべい大船になって、でキリスト大船になって神髄になったんですよ。すごいですね。まあちょっといろいろせんべいからキリストになったあたりがすごいシーンが、ちょっとあのまあなんですけど、やっぱり一番の事件はあの5-on-5があったんですよ。で2008年だか9年だかの 5-on-5、まあ、毎年やってるやつですね。毎年やってたんですけど、で あんまりこう大会出ない大船君が、はい、珍しくこいつら組むっつって、結構横浜オールスター、はあはあはあ、当時のオールスターみたいな感じで、はあはあ、サシシとか、はいはいはい、あの頃まだそんなとこだったんですね、小高のね、でサシシとか小高とあと赤ブラとかさせて、あの今はもう逃走ったらトップレーなんですけど、まあ、当時はまだひよっこみたいな感じのところに大船君も来てて、でパンフレットに載ってて、コメントが X の神髄を教えてやるっていう、あなるほど、そこで神髄になったんです。めちゃくちゃこうかっこいい、かっこいいですね、かなりかっこいいですね、それあれを、あの打ち出しておいて、当日来ない、あ来なかったですか。最悪じゃないですか、当日来ないっていう、来ないのはやばいですね、これなんか、そうすぐ負けたのが落ちなかなと思ったら来なかったんですね。来なかったです。まあ、それがちょっとあまりにも横浜の中でネタになって、あそれで神髄だった。ちょっと、まあ、そ電話来たんですよ、なんかコメントをちょっと入れないといけないんですけどって。でその神髄ってやつ見たら、まあ神髄を教えてやるって書いとけって言って、かっこいい、なんかそのまま、まあ、書いたんですけど、まあ、当日来ないっていうのは、まあ、逆に来ちゃいけないんですよ、逆に。あそうなんですか。来たらダメなんです。あれよく格ゲー界あるあるなんですけど、なんかやたら格ゲーに対してモラル高いやつは、まあ、私生活はノーモラルみたいな、まあそうですね、あるじゃないですか。ありますね。すごいんですよ、今からセブン行くわって言って来ないんですよ、はい、あいますね、電話して今からセブンお前何時来んのみたいな会話をして来ない、とんでもないやつですね。そういうやつだったんですけど、ちょっとそのあまりにもその美学がすごすぎて、で来ないのもちょっとネタになってたんですよ、あ、まあ、一応ね、もうそういうもんかって感じですね。ファイブオンの、そう、まあ、来ないのもちょっとネタになるし、入れとこうみたいな感じで入れたらやっぱり来ないみたいな。なるほどなるほど。ちょっと面白かったっていうのが。ありがとうございます、いろいろとお話しです。すごい話を、まあ、小高さんは、まあ、もうこういう感じの人ですと、いろいろちょっと聞けたんですけど、まあ、これからいる人はね、まあ、小高さんのことをまた応援できるんじゃないかと思いますけど。応援ですか。これを機に小高さんのことね、あの知った人がすごい多いと思うんですけど、神髄ってワードをね、そのままちょっと一人歩きしすぎて、でその受け継いだ美学を、美学のポイントの読み合いとかで、ああ今の神髄ですねみたいな、いろんな応用ができるんですよ。あなるほど。なんかこう外輪の中足を龍拳の桜台車で切って、神髄とか、あ便利な言葉ですね。シリーズ化されてるんですね。あのソニックの出際に、サーカットの立ち台パンチだって、で、まあ、これはね真実って、まあ、別の言葉あるんですけど、まあ、これも真実とかなんとかって、そういうちょっとこうかなり試合のポイントになるように、総じて真実みたいな、真実って呼ばれると。
まあ、できるんです大丈夫ですかそれで、まあまあ、最終的に今の名前は、うん、あのネニ、モーニ、神と呼べって言われて、本人から言われたの？だからどこ行ったんですかって、2年前に電話して、うん、で光予測で230万年光年先のアンドロメダ星雲に行ってたって。やばい。とんでもないことになったじゃないですか。まあでも本当に、ね、いや本当に、ちょ人間やめちゃった人なんですよ、本当に。ああ、なるほど。人間完全引退しちゃって、まあちょっともう、会えないかなっていうのは悲しいんですけど、なんかその時になんか事故あったんだよね。なんかその大船君が事故にあったらしくて、まあ、それでたまたま電話してたらしいんですよ。ああなるほどなるほど。でちなみにその電話番号に差し返しすると出ないんですよ。ああ自分からは出ない、ね、自分からは出ない、まあ、基本的にね、あの五輪オリンピックに値するぐらいのレベルです。4年に1回ぐらいなんで、あと2年ぐらいかな、東京オリンピックぐらいまでに来るかどうかっていう。2007年、8年ぐらいまでは結構一緒に遊んでて、大会とかもたまに来るみたいな感じだったんですけど、2009年ぐらいからね、2009年、10年ぐらいから、なかなか降臨なされない。なされなくなっちゃった、ちょっと残念なことで。そうかすると、まあ、そいついなかったら、まあ、ここには立ってないかなっていう。なるほど。まあ、そいつ、まあ、一から教わって、プラス、そこからやってきて、無敵ガイルとあって、まあ、っていうのが、まあ、この2人はかなり、なるほど。わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあちょっとですね、はい、いろいろとお話し聞いたところで、まあ、この放送にはですね、あのプロゲーマーできるかなというコーナーがありまして、はい、まあ、実際その先ほど小坂さんが見せていただいたような、まあ、あのすごいプレーなんですけども、うん、実際に我々で、まあ我々、はい、僕というかどんでちょっと挑戦してみようっていうコーナーがありまして、はい、で今回はまあ何をしようかというと、うん、そのソニックブームっていうのは後ろため前パンチの強さなんですけど、はい、そのあれをこう最速で溜まった瞬間にこう最速で打ち続けるっていうのがまあすごい難しい技術とされてると思うんですよね、はい、でそれをちょっと僕とまずどのぐらいできるかっていうのをちょっとやってみたいんですよ。ソニック対決なので、その前にちょっとですね、小高さんと吉尾さんに、まあ、外部使いのお二人に どれぐらいその速く打てるのかっていうのをちょっとまず見せていただこうかなと思うんですけども、はい、大丈夫でしょうか。これ最予想なんで、そうですね、横浜で最予想、横浜で一番遅いって言われて、じゃあまずちょっとお二人はガイルスカイのお二人の中でもどんぐらい差があるのかっていうのをちょっと見たいんですけど、これちょっと大丈夫いけますかね。 OK ですかね。はい、お前どっちが得意だっけ。あ、どっちも大丈夫です。あれ、どっちもこっちは 1P だったかな。これ は 1P です。あ、もう 2P 大丈夫だっけ。あ、大丈夫。うん、大丈夫ですか。でもゲーム画面、はい、そういう感じですか。ゲーム画面は今映ってます。これはどういう、まず普通に後ろため前パンチってやるんですか、やり方で。ね、ちょっと人によるんですよ。あ、戻しを入れた方がいいかどうかって、で多分小高自分で説明できないと思うんで手元を見てください。わかりました。じゃあ、ワンピーが吉尾さんで、スーピー側が小高さん。ステージが早かった時とね、またちょっと変わってくる。これ大丈夫ですか、ステージ。これ最速で出てます。あ、ミスった。あ、そう。結構自分でリズム作る。はい、はあ、はあ、はあ。これは一人簡単に出せるように見えますけど、ね、やっぱりこれを僕らみたいな素人がお伝えてやると、全然できない。小田さんやっぱ若干難しい気味にやってますね。あの一つはあれですよね、ジャックの方が戻せるんですよ。あ、そうそう、ジャックの方が受け付けないんです。今日はそのコマンド入れてからボタン押すまでの時間が受付が短い。だいたい何フレームなのか、ためにか50で、しかも、ため完成にランダムの幅があるんですよ。ああ、2、3フレーだからランダムで、最速で溜まるときは本当に早いんだよ。でもこっち側はまあ当てにしない方がいいです。なんか、でも連射してるときは確かにちょっと戻し入れてもいいと思う。なんか、一回戻し入れておくと次ミスんないみたいな安心感が出るんですよ。難
敵さんだけ歌ってるんですけど、自分でリズムを作ってるんですよ。ああ、その技を押して、大体どれぐらいか。そう。結構、ミレさんなんか、中間、若干ですかね。それ、超たまるんですか。超たまるっぽいっすね。これ、やっぱ、ガイル同期とかの1回のトリックミスが、もうちょっと今の時点で、結構、まあ、相手の性格にもよるんですけど。いけ。ああ。結構、守り気味の対決になると、やっぱり。一発一発ちょっとじゃあどうしようか、じゃんけんで買った方がちょっと練習してみる、はい、練習はじゃあこれでこれちょっと一回ボーダーチェンジしてもらってあ、ちょっと裏出しようかな、はい、でステージが変わんないんで、はい、まあ、今のリズムなんですけどちょっと気持ち早めで出す、まあ、ちょっとウカドンが練習します、はい、ウカドンです、はい、ミカさん、タメキャラ使ったことあるんですか、え、タメキャラこういうタメキャラはないですよ。あ、これ。チュンリーとかユリアみたいな感じだから。中盤弱マス。あ、多分それ早すぎっす。ガードがガードになってないから。まあまあ、でもそれ。お、なかなか。あとまあスタブ使うとか、スタブ大体ソニックスタブするんだけど、スタブ結構分かりますね。あ、そんな感じで、あー、なるほどなるほど、確かに。あとソニック、ニーバズーカ、ソニックもあの結構最速じゃないですか、最速、うん、ニーバズーカ、あ、これかソニック、ニーバズーカ、この時も最速じゃないけど、あー、そういうの分かりやすいですね、うん、これが出ないと、リュウの波動波動に裏剣取れないむずいなぁ、むずい、本当に難しい、最速ってなるとやっぱ出ないときありますね、そう、結構、まあまあ我々もさっきミスってたからあれですけど、あれが遅いからな阿部くんが遅いからね、阿部くんがやっぱダイは難しそうですね、あのやっぱダイはやっぱね、多分ね、ダイは弱お前うまいよね、あ、確かに、あなたなんかね、弱の連射はね、うまいと思う、ダイはちょっと疲れてるな、まあ、なんとなくわかりました、じゃあ、はい、俺が、じゃあ今、俺 2P あとまあ人によってワンピースってあるんですよ、結構、まあ、どっちがやりやすい、結構ためキャラなんだけど、意外とやっぱり無敵さんなんか露骨に 2P そうだね、うん、お、出てない、いや、これ早いどころか分からへんわ、そう、ちょっとステージが早いんで、うん、ね、ハイタリさんの手元を行こうか、もう、ダウンタイムの見てるだけで高まっちゃう。ああ出ない。むずいっすよね。むずい。めっちゃむずい。手が疲れる。あ、そう、うん。手が疲れるですね、やっぱね。手が疲れますね。うん、これしながら女の元を突きするっていうのはちょっとさらに慣れがいる。これをずっとやるのもかなりきついです、ね、結構ね、同キャラはあの読み合い面白いんですけど、うん、結構さっき言ったようにソニックの出際を結構地上戦で殴れるんですよ、あ、意外と1点ソニックの1点とにもならないんですよね、人によってはバランスがなんですね、うん、なんで結構面白いんですけど、うん、あの疲れる、結構僕最近好きなのが今のソニックスタブとかを読んで、はい、ちょっと前に歩いてそういう裏手に差したやつ、はいはい、そういうのができるんです、なるほど、俺が押してないでしょ、俺が押してないでしょ、これ早いです、まあでも、まあ、早いです、最速ソニックを身につけておけばいろいろと気持ちの面で有利になりそうですね、うわ、なんか安定してるんだけど、
結構ね、X はね、やっぱ戻して引っ張って出せるの、ちょっとやってみますか、じゃあ俺と行かるんで、トニック行きゃよ。どうなの、俺とまずあれかな、あ、じゃあよしちょ2人にちょっと挑戦した方がいいか。1回挑戦して、どんぐらい差があるかをやって、最後に俺と行かるんでやるか。ああ、なるほど。じゃあ、どうしよう、じゃあ、ゆかどんと、どうしようか。じゃあ、よしおさんがやるか。あ、うん、はーい。僕、あ、どうしよう。あ、つけるか。ツーピーだと若干できんじゃない。ツーピー側がよしおさんです。ツーピー側です。X 線のガイル使いと、まあ、素人のユカドンの素人素人は違うな、はい、落ちあぶねえ、次これがまあ、X 界では一応最予測言われてる、ソニック最予測アゼリアより早いだろ、アゼリアより早いと思う、さすがに関東最予測の暫定ソニックなんですけど、まあ、それはやっぱユカドンでやっときつそうですね。いやこれをミスなく出せるっていうのはすごいですね。だから1回のミスで相当劣勢になっちゃうじゃないですか、ガイルって。うわ、重みがちょっと。まあまあ、なるほど。なるほど、こんな感じでした、ね、これ 2P 側って一回リズム思い出すとかって持ってちょっと僕と小高さんでちょっとやってみて、ちょっと一回どんな感じか。え、小高さんのソニックはやっぱ X 界でも、はい、最速、特に、ね、流星が本当に速いですね。結構、クリアさん、なんかね、無敵さんが言ってたんですけど、コタカ君、流星が速いんだよなとか言って、なんか、無敵さん、実際なんかさ、倍速の人やったんですよ、もらって、気持ち悪いよね、なんかね、マジでね、クリアさんもあるんですよ、人によって、無敵さんと倍速の人って、なんか異常に速くて、なんか、え、今ので割り込んじゃうのみたいな感じで、倍速の人も、いつもならこれ。このパンツ割り込んでみたいな感じのを全部取ってきました。えぇ、ー、とか言ってました。ハイテニさんの手元ですね。あすごい、押さえる小高さんの手元に。あ出ない、ミスキーなんだやっぱ。やばい、あれっすよ、相手キャラでやっぱ変わるってことはやっぱり自分のリズムなんですよ。ああ、と思ったんだ。なるほど。すごいな。早くなるんですか、本当に。いやー、あれ？で、ミスる。ミスる、ミスっちゃう。ああ。でも早いな。いや、後ろ前より早いんだけど。いや、俺ミスが多いですね。難しい。だって俺が一個じゃない。最速の中にしてからね。最速がすごい早いです。いや、でもこれを毎回ミスなく出すっていうのは無理。そう。あ、きついきつい、むずい。なんか。人間もなんか俺、僕は結構地上戦中華なんですけど、うん、なんかちゃんと弱点につくと読めとってて、はいはい、早く大丈夫だと思って思い直してまあ、できて得することしかないですもんね。うわー、出ないな。損することはないですもんね。うわー、すごい。ね、そんなに簡単に強くないんで、あ、だそういうのもあるんですよね。確かに、あー、きつい、やっぱこれうまいな、出ない、ありがとうございます。あ、うん、最後にちょっと俺とゆかどんでやってみます、はい、ちょっとね、時間があればあの縛ってっていう技術があるんで、なんかジャクソニックだって最初のサマー出すっていう、まあ、それ、はい、時間があればじゃあちょっとその後これ終わったら
が入ってる。なるほど。力も入ってる。力を抜けと。あ、そうですね。力をね。最初出なかったら負けたんだ。俺はでも結構ね、戻しに力。まあでも、リクガイルは、狙いやすいんですよ。昔ね、孫さんって人が全キャン張りを練習してて、起きたらまだ全キャンって練習してたから。甘いですか。やっぱプロゲーマーと思うから、互角のあれですね。プリプロ系をね、予想用でやった。あー、なるほど。理由って言ったら。本当に難しいですね。動けるあるある。むずいんだわ。あ最初一発食らったらもう絶望感やばいっすよ。リッツさん、外側からだと、この辺のキャラだよね。なんかスワッカート出ないな。こいつで目玉のセンスだお前さんに見せたときに。そうね。ああ、これむずいな。いや、これはなんか癖になりますね。結構そう。なんか楽しいですね。希望じゃなくなりますね。昔中西君が言ってたの分かった。昔中西ってやつもね、ソニックってだけで楽しいとか言って、うん、確かにそういうあれですよ、あれで。なんかそのなんかソニックってすぐサマー出してくるんですよ、ね。これね、はい、あれなんですよ。お前できたよ。それはどういうことですか。さっき言ったあの、はい、これワイあこっちとも手でやった方がいい。まあ俺もそんな得じゃないですけど、ソピー側であのやっていただけると、俺もそんな得じゃないですけど、ジャックソニックを、はい、そのギリギリまで伸ばして引っ張って、ああなるほどなるほど。で、ね、一応ちょっとこのゲーム細かいところしちゃったけど、その入力のタイミング上、真後ろため。真後ろ試した後に戻してやると、はい、お早かなり作業が出るっていう。何それ。へぇー。真後ろ試めはダメなんですか。真後ろ試めて斜め下に戻す。あーなるほど。さっき早かったな。さっき早かったっすよね。こんな感じで。へぇー。結構ね、これこのタイミング出るとジャクソン見てから飛んでさらに間に合う。あーなるほど。あー失敗した。あこんな感じで結構ダルシム戦とかで結構負けてるダルシムが、うん、ああジャクソンに来ちゃったドリで突っ込んじゃい的なやつとかにも切れたりするからたまに使えるんですよ。これなんでシバッチっていうかっていうとシバッチってプレイヤーが異常に速いんですよ。極めてるんだ。そう異常に速いんです。そうです。あのMWOLDですね。これだからジャクソンに見た、ジャクソンに見たと見て飛んだ時にサーマーが出れば合格。あどっちかが行きました。むずい。おあいいですね。え、うん、おー早くない。リカさん早くない。普通にあでも普通にできてる。落とせばいいだけだった。早い。リカさん早い。リカさんこれ早いわ。完璧やん。じゃあ海谷さん。リカさんこれ早っ。あ、いいですね。でき、うん、てるよ。できてる。この辺はさすがプロゲーマー。それの存在価値を消す。これね、結構その要所要所で使えるテクだね。なるほど、こういう経験もあると。俺の存在価値消す動画だと。ありがとうございました。いろいろと。これできたら気持ちいいですね。確かにこれはできたらね。うん、ただその困ったけど、さっき言ったあの新髄さんね、大熊君は、あの。ソニックをとにかく最速で打てっていう理学なんで、あんまりこれに頼っちゃうと怒られちゃう。ああ、基礎的なソニックで勝てる。怒られちゃうんで、まあ本当その
状況限定でなんか自分で探していくと面白いです。なるほど、うん、ありがとうございます。あーすごかった、うん、今回はこんな感じでできるかな。コーナーさすがお二人早かったね。楽しさがちょっと自分でできないんだけどね。楽しさがありすぎるわ。ちょっとあのこの後は、まあ、この番組の今後の告知の方に入らせていただきたいんですけども、はい、まあ、5月26日に先ほど、あ、まだ、あ、まだですか、ちょっと、すみません、もうしばらくお待ちください。あ、今これ映ってないですね、僕らは。ちょっと、すみません、少々お待ちください。いろいろとちょっと発表というかありますので。練習しよう。ソニック様。ソニックの練習する。いや、サメキャラやっぱ難しいですね。まあ、でも、ストツーは、まあ、タメキャラが強い部類なんで、そうですよね。ストリッター系はやっぱ、多分タメキャラ、うん、強いこと多いですよね。本の時もまあなんだかんだでそこそこは、うん、まあバイソンとかね。普通はでもやっぱ抜けてるか。まあバイソン中に、ね、うん、タミキャラの方が強いと言って、うん、あ、そうなんですか。ワルログもタミキャラだし。そうですね。あ、そうだね。タミキャラと普通のキャラで勝負したら大体タミキャラの方が強いですよね。うん、タミキャラ強いね。タミキャラ強いね。今強いよ。強いですよね。今気づいちゃった。強いね。今気づいちゃった。チュンリー、バイソン、バイソン、あ、ダメだろ。あとコマンドが次やっぱダルシンとリュウだから、はい、コマンドで強いのは。はい、じゃあこれで大丈夫かな。はい、じゃあですね、まあ、次回の告知なんですけど、まず5月26日にあの先ほどお話したサードの、リーグ戦の方がの、A リーグの、まあ、続きがありますと。言うと、あれ画面戻ってないっぽいですね。画面戻ってるかな。お、お、あ、戻った。失礼しました。はい、はい、で、その次ですね、サードの次の5月、こちら5月27日の土曜日に、03の8人の招待制トーナメントを行います。ついに03にもやっちゃいますか。03なんですよ、次はね。こちらも非常に、うん、そうですね、参加者の方がバージョンさんとクラッシャーさんと、マスミさん、猪狩さん、すぐさん、田畑さん、原翔さん、西川口ダルシムさん、まあ、ゼロスルー界ではもうそうそうたる8人のメンバーですね。そうそうたるですけど、ちょいちょい懐かしい名前そうです、ね、いますよね、うんうん、でまあ、やっぱり昔からちょっとやってるとか、うん、まあ、クラッシャーさんとか、うん、まあ、まあ一時期ね、とか猪狩さんとか割と新しめって言いますよね。あ、そうですね、うん、それで、まあ、この8人のトーナメントもぜひお楽しみということで、さらにですね、6月の来月の告知なんですけれど、6月4日にですね、UD の主催でストリートファイター5の、オンライントーナメントをやります。まあ、こちらの方は、まあ、オンラインで誰でも参加できる、まあ、視聴も無料、参加も無料みたいなトーナメントの方を、まあ、うちらの方でね、やっていこうかなと。はい、でも友人会はもしかすると何か商品みたいなのもあるかも、まあ、ちょっと分かんないんですけどね、っていうのをやっていこうと思っております。いや、最近分からない商品って本当に分からないですよね。そう出た方がいいんじゃないですか、これは。でさらにまあちょっと新しい企画があるんですけども、新人育成企画というのを、うん、我々とその他の団体と合同でやっていこうと、うん、まあ、我々だと、まあ、ちょっとまだ、うん、全部が決まってるわけじゃないので発表できないんですけども、まあ、いろんなそうそうたる団体の方々と一緒に それぞれが弟子を育てて一緒に最後に対戦させるそうですね。もうやっていこうかな。弟子もちょっと増えてきたんで、そうですね、なんかそろそろやり合ってほしいかな。そうです ね、 ですね、若手かなり、まあ、ね、ももちくんのとこと、うん、今流行りの立川の、うん、ね、とかね、弟子同士のトーナメント弟子同士でぜひ見たいですよね。そういうのをさらにですね、日本国内のみにとどまらず、はい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 、国外からもその弟子を育て、例えば何でしょう、まあ、韓国からとか、うんうん、台湾からとかでも弟子を育てて、弟子同士でその国際戦とかを、国別対抗戦とかをやろうかと、なるほどなるほど、いう話も。それはそのインフィルとかが誰かを育てる、例えばそういうことですね。あ、なるほど。そういうことも今後は企画してますので、なるほどね。でさらになんですけど、これは弟子の企画とはまた別で、その僕とゆかどんと、まあ、カズノコがレギュラーでやってるんですけども、はい、そこにその一般プレイヤーの方をちょっと応募して、うん、でそこでその講習会、ここのその公開でその講習会みたいなのをしていこうかなというのも今企画中です。要はこういう感じでストリートファイター5っていうゲームを悩み悩んでる人とかを募集して、我々にちょっとアドバイスを放送でするみたいな、うん、そういうのも今後
予定してますんで、ぜひよろしくお願いします。ちなみに5、ええ、教えるとしたらどっから教えます？それは相手のレベルみたいですそうなんですよね。結構なんか、うん、ある一定のレベルまでは、うん、結構一本道なゲームじゃないですか、うん、まあそうですね。5って、まあ、そこはそのやっぱり向こうの人 の, その悩みを聞い て, 聞いてたんですよ、ね、どういうところに悩んでるかっていうのを我々でちょっと、まあ、把握してアドバイスしていくっていう形になると。そうですね。だから結構そのいろんな人を呼んでやっていきたいですね。その小中級者だけではなく、その上級者とか、要はこういう人たちにはこういうアドバイスをしますよっていう感じで、うん、まあ、やっていけたらなと思っております、ね、で詳しくは、まあ、また後ほど今後発表していくんですけども、はい、なんかその最近ちょっと UD の番組がすごい多いんで、なんかそれをまとめて載ってるサイトがなんかできたらしいんで、それがうんこめの方に出ますんで、こちらの方ちょっとチェックしてみてください。はい、はい、というわけでお願いします。こんな感じで終わって終わりたいと思います。お二人も今日はいろいろとありがとうございました。ありがとうございました。貴重なお話、はい、貴重なお話ですね。貴重、貴重でした貴重なお話ですね。貴重なお話でした。じゃあまた皆さん、次回よろしくお願いします。じゃあさよなら。さよなら。お疲れ様でした。